ルベイゼスの将軍が東北を訪問したことは心に関する日本の立場と相違です。また日本国民の感情を傷つけるものであり、今後ともプーチン大統領との会話を継続しつつ、我が国の国益に資するよう立場関係を進める中で、強くロシアとの交渉を続けています。南北間で緊張が高まる半島情勢も課題の一つです。週末に別荘で静養する予定をキャンセルした安倍総理、連携が必要な韓国のパク・クネ大統領とはまだ一度も首脳会談が実現できていません。隣国との外交に様々な試練がのしかかるとともに、安保法制の国会審議も成立に向けて山場を迎える安倍総理。夕方行われた自民党の役員会では、出席者によると血は吐いてないけど血を吐く思いで頑張ると周囲に冗談を飛ばす余裕も見せましたが、忍耐が求められる状況と言えそうです。では次です。この夏旅行に出かけたという方も多いのではないでしょうか。そういえば大浜さん、夏休み明けでした。お帰りなさい。出かけてまいりました。リフレッシュしました。よかったです。はい、さて今旅行先に選ばれやすいメジャーな観光地に負けじと、観光資源に乏しい地域で新たな取り組みが始まっています。地域の弱みを強みに変え、観光資源にしようとする地方の動きを取材しました。岐阜市中心部にある柳瀬商店街、その一角に続々と人が集まってきました。この日は30分待ち。お目当ては恐怖の細道と名付けられたお化け屋敷。年間2万人が訪れる人気スポットです。しかしなぜ商店街でお化け屋敷なのでしょうか。ここに本当にね、人がこう世代かかわらずいろんな人が溢れてた。こう語るのは地元柳瀬出身の吉村さん。お化け屋敷の仕掛け人の一人です。中部地方有数の商店街と言われた柳瀬、かつては多くの買い物客でにぎわっていました。しかし90年代頃から空き店舗が目立つようになり、いわゆるシャッター商店街に。シャッター街というよりゴーストタウンのような状態になってしまったんですよね。この街のにぎわいに何か一石を投じ続けたいと思いましたんで。目をつけたのは空き店舗となっていた築45年のこのスペース。建物の古さを生かしたお化け屋敷を考案したのです。舞台は昭和の柳瀬。レトロな空間に潜む恐怖を表現するために活用したのが、実際の空き店舗に残されていたちょっと懐かしいゲーム機。こちらは撤退した地元の病院で実際に使われていたベッドなど。このお化け屋敷は2012年から実験的に開始。商店街に少しずつ活気が戻り、店舗数も再び増え始めたため、今年から本格展開を始めました。新しい価値を生む商店街に生まれ変わって、新しい柳瀬への参入者を求めていくしか。地元の悩みの種だったシャッター商店街が新たな価値を生むようになりました。群馬県みなかみ町、ここでは廃れてしまった2つの場所、国道と駅が有名な観光スポットに。なぜでしょうか。
は国道291号線。明治時代から群馬と新潟をつなぐ物流の大動脈としてにぎわいましたが、他の交通網の発達とともに廃れました。さらに道幅の狭さからほとんど使われない国道になったのです。せっかくこんな素晴らしい自然があるので、本当に皆さんには見ていただきたいし、歩いていただきたいですね。実は長い間使われなかったため、手つかずの自然が残される結果に。さらにここへ上がってきて、一の方が岩壁が見えるということで、皆さん感動していただけると本当に達成感もあると思います。この自然と景観を守るために2年前に交通も規制。今では年間4万人が訪れる人気のハイキングコースになりました。もう一つ、みなかみ町で廃れていた場所がこちら。JR 上越線の土合駅、日本一のモグラ駅と書かれていますが、中に入ると一直線に続く長い長い階段がありました。462段、地上との高低差は70メートル以上。